ありがとうございました。ありがとうございました。はい、なんだろう、その曲、私の青い空でした。イエーイ、イエーイ。なんとこの歌のグループ名がノンのティーチャリングマイブルースカイダンサーズって言います。イエーイ、イエーイ。すごくかっこいい感じです。マイ、マイ、私のブルースカイ、青い空。はい、そのまま。そのまま。はい、感じです。ノンノが、あれ、ヘッドマイク使って歌ってます。今、普通のマイク取りに行ったのかな。はい、はい、そんな感じです。なんかこういう系のさ、曲って初めてじゃん。そうだから、もうなんかやばいね。ミステリアス、ミステリアス、超ミステリアスね。なんかもう上がる、これすごいクールだからね。うん、ね、休憩時間とかね、ワッカとね、ユリリがなんか何テンション上がるように歌ってたよね。そうそう、なんかこう、これしっとり系じゃないですか。だけどなんか超アゲアゲで元気っこで歌ってたんだよね。そうそう、ね、それもすごいあり、あり、うん、だったかな、ね。あれ、このダンスが結構面白いんだよね。そう、このダンスもミステリアスで、ね、うん、最初なんかこんな感じ。そうそう、あ、なのかえり、なんかかっこよかった。今回の曲はちょっとなんか気持ちが死体っぽく歌うんだよね。そう、死体っぽくってね、どうなんだろうね。なんか、なんか無みたいな感じ、うん、なんでしょ。そうだね、そう、そうなの。歌ってみてどうでしたか。なんかすごい緊張したんですけど、まあ高いよね。そう、高い、そう、高いところが、なんかさ、そのラブラブラとか言ってるところさ、ハートポッポって聞こえるんだけど。え、ハートポッポ、ハートポッポ、全然そんなこと言ってない。まあね、すごい上手だった。はい、ありがとうございました。はい、はい、それでは嬉しいお知らせです。イエーイ。っていうか、まあ、ウルピア総研っていうものがありまして、はい、それで2012年の注目ご当地アイドルはの東北ブロックで、なんとリューティストが一番投票いただきました。わーい、わーい、わーい、わーい。本当に皆さん応援ありがとうございました。ありがとうございました。ね、すごい嬉しいよね、一番で、やばいね、東北で、超びっくりした、一番、やばいよね、すごい。ってことで、これからはセカンドリサーチがあるんで、また応援よろしくお願いします。お願いします。はい、それでは次の曲に行きます。次の曲はおむすび完全版です。